はいどうもワンワンチャンネルです。今回はトリミングにやってきました。愛犬のボンがトリミングしてる間、オーナーのご厚意で店内を撮影して良いとのことで店内を撮影していきます。はい、それでは早速店内に入りましょう。お店の名前がですね、 ILD ドッグステージというお店になっております。で、10月の定休日も書いてありますね。アイカードも使えます。コロナ対策もバッチリ。玄関ではですね、立派なワンちゃんの置物が出迎えてくれてます。これは高そうですね。なんと ILD ドッグステージさん、セール中でして、こちらにあったベッドもかなり売れてしまったとかで、私もいいのがあったら購入しようかなと思っております。こちらはですね、ショルダーからこう肩からかけて、よくちっちゃいワンちゃんたち入れてる、ママさんとかよくいらっしゃると思いますが、そういったバッグですね、こちらもかなり、売れたみたいですね。なんとこちらの商品1000円、オール1000円、どれも1000円みたいですね。激安になっております。こちらはドッグフードコーナーになってます。穀物フリーのドッグフードもあるみたいですね。ワンちゃんによっては穀物がね、苦手なワンちゃんもいるんでね、非常にいいのではないでしょうか。店内がすごい綺麗なんですよね。はい、このハウスすごいいいですね。こちらもなんとオール1000円。早速店内の奥に、入っていきましょう。こちらの方は洋服ですね、ワンちゃんのお洋服が、ディスプレイされております。すごい綺麗ですね。洋服類もですね、セールになっております。アロハシャツやタンクトップが並んでおりますね。ライフライクというワンちゃんの洋服ブランドのものですね。こちら1500円です。かなり安い。そしてこちらは、洋服、オール500円ですね。こちらの方はですね、サイズも種類もバラバラですが、サイズが合えばかなりお買い得なのではないでしょうか。続いてまいりましょう。こちらはリードコーナー、小物バッグ類が、置いてありましたね。こちらの方もセールということで、もう大丈夫なんでしょうかね。かなり激安になっておりましたね。はい、バッグ類も、リュックも置いてありましたね。こちらの方もオール1000円となっておりますので、皆さんぜひ足を運んでください。僕はですね、こちらのリュックを購入しようと思ってるんですが、ボンにはちょっとですね、小さいかなとは感じますが、まあ何かしら、いろいろね、ワンちゃんのね、小物を入れたりとかするのに、最適なのではないでしょうか。はい、でこちらの方が、先ほど洋服がディスプレイされていた裏側になります。こちらの方もですね、ライフライクさんのブランドのものが結構置いてありましたね。
やっぱりですね、ライフライクさんのですね、ブランドのものが多いのかなって感じはしましたね。こちらは、おやつコーナーになります。まあ、トリミング待ってる間にね、ワンちゃん落ち着かせるためにちょっとここで軽くなんか買ってワンちゃんにあげるっていうのもね、いいんじゃないかなーなんて思いましたね。こちらの方は、シャンプー類ですね。シャンプーだったりとか、爪切り、ブラッシングだったりとか、歯ブラシも置いてありましたね。はい、いろいろね、結構小物、充実してましたね。これは何ですかね、これね。これすげえ気になってるんですけど、こちらは何でしょうか。持ち運べるトイレですね。こちらの方、何ですかね、これすごい気になりますね。後で中開けさせていただきます。チェックしておこう。はい、こちらがですね、トリミングした後のワンちゃんたちの写真がずらーっと並んでおりました。お店の方がですね、インスタグラムをやられてるようで、インスタグラムの方にも写真を載せてるようです。概要欄の方にですね、リンク先貼っておきますので、皆さんそちらの方もチェックよろしくお願いします。今回のボンのカットはマイアミカットに挑戦しております。初挑戦です。そろそろボンの方も、トリミングの方が終わりそうですかね。はい、皆さんお待たせしました。トリミングが終了したようです。すごい可愛いですね。興奮してですね、ちょっと店内をバタバタうろうろ、しております。今日はですね、その今回のカットはですね、マイアミカット風という感じでちょっとお願いしまして、体は全部ですね2ミリぐらいで剃ってもらってですね、バリカン入れていただいて、耳も、剃って、飼っていただいてますね。まあ、残してあるのは、尻尾と頭と、まあ、両手足ですね。そちらの方だけなんですが、すごいスッキリしております。はい。かわいいですね。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。今回はですね、ILD ドックステージさんにて、マイアミ風カットをお願いした動画を、アップしてみました。めちゃくちゃですね、オーナー様とスタッフ様がね、もうめちゃくちゃ親切で、お店もすごく綺麗だったので、概要欄の方にですねリンク先貼っておきますので、そちらチェックして、行ってみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画が良かったなと感じた人はグッドボタンとチャンネル登録お忘れなく。オーナー様、スタッフ様、ご協力ありがとうございました。そして最後に皆さん、ご視聴ありがとうございました。